デビット・グリスマンはアメリカ合衆国ニュージャージー州、発見サック出身のマンドリン弾き、ブルーグラス、ニューグラスのジャンルで演奏をするほか、作曲も行う。1990年代初頭にはアコースティックやインストゥルメンタルミュージックの普及のために、自らアコースティックディスクレコードラベルを立ち上げた。グリースマンはニュージャージー州パサイクの保守的なユダヤ教の家庭で育った。 グリスマンの父はプロのトロンボーン奏者であり、デビッドは7歳の頃からピアノのレッスンを受けさせられていた。1950年代初め、グリスマンはロックブームの始まりやポップミュージック、それに彼が耳にした音楽のすべてから様々な影響を受けることになる。デビッドが10歳の頃に父が高いし、それと共にグリスマンはピアノから遠ざかることになる。 アメリカンフォークリバイバルを通して、キングストントリオが人気を博してきたデビットが13、14歳の頃、再び音楽の道に入ることとなる。デビットと学校の3人の友人は民族学者で、ミュージシャンのラルフラインツアーとニュージャージー州パサイクで出会い、彼の伝統音楽の膨大な知識にデビットたちは触発された。この期間、ニューヨークのグリーンウィッチビレッジは、 ホークミュージシャンたちで賑わっていた。デビットは自分が人生を音楽に委ねたいと願っていることに気がついた。1963年、グリスマンはイーブンダズンジャグバンドに加入し、ミュージシャンとしての活動を始めた。その年にエレクトラレコーズでアルバムのレコーディングを行った。1963年には、レッドアレンやフランクウェイクフィールドとのセッションを、 ホークウェイズレコーズでレコーディング、その後1966年までレッドアレンケンタッキーアンズとの共演はなかった。同1966年、グリスマンはアーリードーグのレコーディングを行った。ニューヨークでのライブのレコーディングはギタリストでボーカルのデル・マークリーやベースのジェリー・マークリーをフィーチャリングしている。このアルバムは1980年までリリースされなかった。 1967年には、トム・パキスタンのアルバムモーニング・アゲインで、マンドセルを演奏している。1967年には、ピーター・ローアンと共に、アース・オペラと呼ばれるサイケデリック・ロック・バンドを結成。1973年には、オールド・イン・ザ・ウェイというブルーグラス・バンドを結成。メンバーは、ピーター・ローアン、バッサー・クレメンツ、ジェリー・ガルシア、ジョン・コアン。このバンドにおいて、 ガルシアがグリスマンに道具のニックネームをつけた。その由来はというと、スティンサンビーチで運転するグリスマンの姿が犬によく似ていたからである。1974年、グリスマン、ロワン、リチャード・グリーン、ビル・キース、クラレンス・ホワイトと共にミュール・スキナーに加入。同1974年、グリスマンはザ・グレート、アメリカン・ミュージック・バンドにも在籍。 1975年に、自らのバンド、デビッド・グリスマン・クイーンテッドを結成。1977年に、最初のアルバムをリリース。同1977年には、ボニー・ライッツのアルバムスウィート・フォーギブネスにて、マンド・セロも演奏している。デリフィストでのデビッド・グリスマン・ブルー・グラス、エクスペリエンスの演奏、例30、2 0 1クイーンテッドでの演奏に加えて、 自身のブルーグラスバンドである DGBX でも演奏をしている。DGBX の他のメンバーはバンジョーにキースリトル、フィドルにジャドマニング、ギターにジムヌナリー、アップライトベースにサムソングリスマンである。その他、ジョン・セバスチャンとのデュオでのツアーやアルバムのレコーディングを行っている。また、トラディショナルやコンテンポラリーなフォークチューンのアルバム、コモンコードにも参加している。 彼のニックネームである道具は1973年に彼の名優であるジェリー・ガルシアによって親しみを込めて名付けられた。二人の出会いは1964年にペンシルバニア州ウェストグルーブのサンセットパークで開かれたビル・モンローのライブであった。後に言われるようになる道具ミュージックとはグリスマンがブルーグラスとジャズを融合させた音楽のことである。 彼のアルバムホット道具にもその名が現れている。クリスマンが用いたジャズは、ジャンゴ・ラインハルトやステファン・グラッペリの影響を大きく受けている。ステファン・グレッペリは、ホット道具で2曲の演奏に参加し、1981年には、クリスマンと共に、ライブのレコーディングも行った。道具ミュージックには、ジャズ・フュージョンやジャズ、ブルーグラス、ホーク、オールド・ワールド・ミュージック、 地中海の弦楽演奏などが混合され、反映されている。クリースマンは、現在3番目の妻である、トレーシー・ビグローと結婚している。クリースマンには、サムソン、ギリアン、モンローの3人の子供たちがいる。サムソンはベーシストで、ナッシュビルに住んでおり、しばしば、デビットと共演する。ギリアンは、映画制作者で、カルフォルニア州ノーバートに在住。グレートフル道具や、 ミュージックドキュメンタリービレッジミュージックラストオブザグレートレコードストアズのディレクターを務めている。モンローはブルーグラスのパイオニアであるビル・モンローにちなんで名付けられた。彼はフェアファックスに住んでおり、トム・ペティのトリビュートバンドであるペティセフトで演奏をしている。クリースマンは自身のバンドからアルバムをリリースしてきた。また、ジェリー・ガルシア、アンディ・スタットマン、マーティン・テイラー、 ジョン・セバスチャン、トニー・ライスといった仲間たちと演奏をしたり、ピーター・ローアンとサイケデリックバンドであるアース・オペラで演奏をしてきた。また多くのソロレコードや様々なジャンルのアーティストたちとのレコーディングを行ってきた。アコースティックディスクは1990年にグリスマンによって作られたレコードレーベルである。このレーベルはカルフォルニアのサン・ラファエルに拠点を置き、フォーク、ブルーグラス、 ニューアコースティックミュージックを専門とする。ありがとうございます。